キャフタはロシア連邦を構成するブリヤート共和国の都市。人口は約1万8000人。1727年にロシア帝国と新朝の間でキャフタ条約が締結されたことを契機として両国間の交易拠点として発展した。ロシアからの商品はイルビットを集産地として運ばれた。ロシア側の商品は毛織物、毛皮、布地などで、 中国側の商品は茶であった。当初はロシア側で貨幣の輸出が禁じられており、物々交換が行われた。中国商人がロシア商人の倉庫で商品を見分し、買い値が決まるとロシア商人は代理人に商品を託して運搬を任せた。茶のうち約30%は高級な品であり、回路の運搬が盛んになるまでは頻繁に取引された。 19世紀後半、西欧列強の圧力に屈して貿易の拡大に清朝が応じるようになると、ロシアとの貿易も各地で行われるようになったため、キャフタの地位は相対的に低下していった。侵害革命を経て清朝が滅亡したことを契機として、モンゴルで独立運動が公用すると、新たに成立したボグドハーン政権は1915年にロシアの仲介で、 北京政府とキャフタ協定を締結し、外、モンゴルにおける広範な自治を獲得した。現在は交通網の整備が進んでおり、ウランウゼとウランバートルを結ぶアジアハイウェイ3号線の途上に位置している。ありがとうございます。